皆さんこんにちは。本日もご視聴ありがとうございます。今回はですね、エアロ各部の、どうやってね止まってるかというようなご紹介をしていきます。結構ね、イメージとしてはね、最初のイメージは私ね、結構ねテープかなんかでね貼られてるんじゃないかなというふうな思ったんですけれども、結構ねボルトで止められていましたので、ちょっとね詳しく紹介していきます。ではね、まずフロントバンパーから見ていきます。はい、フロントバンパーなんですが、ネジね外側2本で止められていますね。で、気になったのがね、ちょっとここゴムがね引いてありますね。これ隙間を埋めるためなんですかね。結構ねいいのか悪いのか分かりません。で、下の方を覗いてみると、こちらにネジと、すみません、分かりますか、これですね、これとネジで、なんかねバーみたいな感じで繋がってますね。結構ね、取れにくくなってるのかわかんないですけど、これがねいいのか悪いのかわかりませんけど、このような感じでフロントバンパーは止まっています。はい、リアスポイラーですが、こちらもねフロントバンパーと同じようにネジで止められていますね。で、下の方もね、もしかしたらねフロントバンパーもそうなんですけど、下の方もこうやってねネジではめられていました。結構そうですね、これブリキみたいな感じが濃いっすね。こんだけね入ってます。はい、エアロの裏なんですけれども、どのような感じでね止まってるかというものなんですが、このような感じですね。ボルトと、すいません、ちょっと名前が分かりません。これがここと前に2本あります。これはね前席なんですけれども、後ろ席もね同じような感じです。ちょっとね、じゃあ後ろ席も見ていきましょう。はい、後ろ席ですね、このような感じで同じ部品が取り付けられていますね。ちょっとピントが合わない。そうですね、前と前後でついています。なのでどうなんでしょう、強度的にはすぐ取れるのですかね、かもしれないですけど、そんなね強くやったりしなければ全然問題ないですね。で、間のものに関してはこのような感じですね。ちっちゃい、ね、ネジですかね、ネジで止められています。少しねエアロをつけて気になったところがありましたのでお知らせします。ちょっと、ね、止めるところがですね2箇所なんですか、ちょっと正確な場所わからないんですけれども、しかないからなのか、扉を開けてしまって閉めた時にちょっとねバタンとね揺れれます。ちょっとやっていきますね。わかりますか、ちょっと揺れてるんですけど、これね後ろも同じ現象が起こります。わかりましたかね、ちょっと激しくやればわかりますかね。ちょっとね、多分大丈夫だと思うんですけども、これが気になる方はちょっと注意が必要です。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。いかがでしたでしょうか。これでね十分止まってるよっていう方もいらっしゃれば、ちょっとね不安だよっていう方もねいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ私的にねちょっとねドアを開閉、閉めた時にねブルブルって震えるのがね気になりました。どうなんでしょう、専門家的にはこれで十分なんですかね。もっとひどい時はもうテープだけしか止まってないようなエアロもあるんですかね。ちょっとねエアロに関してはね今回初めてじっくり見たので何とも言えませんけれども、ディーラーさんといいますか、メーカーがねちゃんと用意した部品パーツで取り付けているので、いいかなと思います。万が一ね何かあっても1年保証あるみたいなので安心していいのかなという思います。では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。